毎度、徹子です。韓国はもう何でも旭日旗に見えてしまうみたいです。日が昇る国をイメージした日本の五輪ゴルフ代表ユニフォームが旭日旗模様に似ていると騒いでいるのですが、誰がどう見ても旭日旗に似ていません。いろんな意味で末期症状みたいですね。ニュースの詳細、日本が東京オリンピックに出場するゴルフ代表チームのユニフォームを公開し、日が昇る国を表すイメージを使用したと発表した。日本の軍国主義を象徴する旗の旭日旗は広がる太陽光を継承化したものだ。 NHK は先月31日東京オリンピックでゴルフの日本代表選手が着用するユニフォームが発表されたとし、海や桜といった日本の自然をイメージしたと伝えた。問題は次の説明だ。日本代表のユニフォームは5種類で、いずれも日の昇る国を表す斜めのラインが入っているとし、日の丸の赤や白、それに海や桜といった日本の自然をイメージした青やピンクが採用されたと明らかにした。旭日旗は日本が第二次世界大戦当時に使用した軍旗で、赤い太陽の周りに広がる光線を継承化している。旭日旗という名称自体は日が昇る形の日本国旗という意味だ。英語でも日が昇る国旗という意味のライジング・サン・フラッグと呼ばれる。軍国主義と帝国主義を象徴する旗として、ドイツナチスの象徴派ヘンクロイツの使用が厳格に禁止されるのと比較し、日本はスポーツ行事によく旭日旗を使用して論議を呼んでいる。これに先立ち、東京オリンピック組織委員会は公式サイトに独島、自国の領土として表示する地図を載せた。加藤勝信官房長官は、竹島は明らかに我が国固有の領土であり、韓国側の主張は全く受け入れられないと述べた。こうした状況で旭日旗を連想させる日が昇る国を表すデザインを代表チームのユニフォームに使用したと公式発表し、批判の声はさらに強まると予想されるとのことです。あかん。ゴルフ代表チームのユニフォームを確認したのですが、全く旭日旗と似ていません。放射状どころか赤と白の組み合わせしか共通点がありません。もはやどの部分を指して文句を言っているのか分かりません。多分赤と白の組み合わせのデザインを見つけたら、全てが旭日旗に見えてしまうという自己洗脳状態なのかなって思います。これでは日常生活がとても大変ですね。何がすごいって、2011年から急に言い出したことを誰も不思議に思わないということ。自分たちがついた嘘に一瞬で洗脳されてしまい、誰も疑問に思わないってかなり恐ろしいです。韓国は五輪ホームページの地図から竹島表記を削除しないとボイコットすると言っているけど、日本はきっぱりと拒否しています。だから韓国がボイコットすることはほぼ決まっています。それなのにユニフォームのデザインにイチャモンをつけるということは参加するつもりなのでしょうか。ほんで、東京五輪の開催が近づくにつれて、韓国の反日運動はヒートアップしています。東京五輪のホームページ地図に独島、日本の領土と表記する歪曲に反発した大学生団体の会員たちが、ソウルの日本大使館の向かい側の歩道で旭日旗を燃やすデモを繰り広げて警察に連行されたりしています。この連中は汚染水問題に抗議するとして座り込みをして、就職活動をしていた韓国大学生進歩連合大新連の一味とのこと。軽犯罪法違反で逮捕されたそうなので、また反日ポイントを稼いだみたいです。反日で就職活動というのは、韓国では左派が勢力を伸ばしているので、そこにアピールをして採用してもらおうという戦略です。独特技術を削除しなければボイコットを求めるという大統領府請願掲示板への書き込みへの賛同は、5月27日にスタートして6月1日の時点で5万人ちょいです。初動がこれでは目標の20万人は夢のまた夢。賛同者の人数を見るとボイコットの動きはいまいち盛り上がっていないみたいです。韓国は旭日旗ユニフォームでブーストをかけたかったみたいですが、ちょっと威力不足です。決定的な一押しが欲しいところですね。こちらが韓国の反応です。この程度のものも旭日旗デザインと呼ぶのか。私もこの色合いの服をたくさん持ってるけど、
デザインに意味があることが問題なのでしょう。赤線が描かれていたら旭日旗というのは無理がある。原爆をイメージしたユニフォームを作ろう。私たちの代表はアンジューコンの顔をユニフォームに刻んで出場しましょう。そして韓国代表のマスコットだと主張しよう。ここまで韓国を露骨に見下してきたことがあっただろうか。大韓民国の自尊心を守るためにも絶対にボイコットしなければならない。感情的に対応するのは良くない。私たちもアンジューコンの手形をイメージしたユニフォームを作って、原爆のキノコ雲をイメージ化したユニフォームも作って、食事はアンジューコンのお弁当を食べる。これがイスラエルと韓国に対する全世界の対応の違いだ。ドイツのハーケンクロイツは泡を吹いて全員で罵倒する。旭日旗がハーケンクロイツとして扱われる道のりはまだまだ遠い。そこまで過敏に反応することでもないような気がするんだけど、反日感情でアクセス稼ぎをしようとして旭日旗問題に難癖をつけているように見える。なぜこのような時にムンジェインは何も言えないのだろう。百聞は一見にしかずで、大統領がヘリコプターに乗って独島訪問することがより確実なメッセージになる。これが旭日旗に見えるようであれば、もはや日常生活が困難なレベル。韓国冬季オリンピックの時は独島旗から除外させて、今回は独島が日本の領土だと主張している。このようなオリンピックに対して未だにボイコット宣言もできない文政権が本当に情けない。オリンピックに参加すれば日本の蛮行を認める形になる。オリンピック不参加を宣言せよ。このような状況なのに政府は日本に対して何もすることができない。平昌オリンピックで除外された独島が本当にかわいそうだ。アンジューコンが伊藤博文を銃殺する姿をユニフォームにあしらってオリンピックに出場するのはいかがでしょうか。日本の行動に怒っているのではなく、日本の主張で朝鮮半島旗から独島消去し主権を放棄しておいて、今では日本に悪口を言っている韓国を悪者みたいに扱っているので腹立たしいですね。それでは韓国も朝鮮半島旗に独島を描き込めばいいし、国が滅びるわけでもないのだからオリンピックをボイコットすればいい。中国共産党に多くのものを奪われて日本にも従属しなければならないのか。選手たちのユニフォームに独島を大々的に描くことによって、独島が韓国領であることを世界に宣伝しましょう。以上が国民の反応です。韓国に愛があれば東京オリンピックには参加せず、ずっとボイコット運動を続けてほしいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。